皆さんこんにちは、わなりぐるびしです。では今回は信長の予防大師パープキット幕末志士転生物語の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、薩摩と幕府軍、これを直接ぶつけるために、まああえて、取ったね、この城松江城をね、幕府軍に取らせて、それを薩摩軍が奪取しに来るという形で直接戦端を開かせることに成功しました。で、今回はその続きになるんですけども、まあ、幕府軍がね、薩摩軍と戦っている、まあ、その間隙をついて、まずは和歌山城、そして岸和田城、この2つの城を奪って、大阪、さらには京都というところを狙っていきたいと思います。で、すでに軍勢は動かしていまして、まずあの岸和田城には後藤象二郎隊、これ2万、さらに和歌山城には山内忠義隊3万7千、これを出していますので、戦っていきたいと思います。まあ、ただですね、今あの画面の左上に1627年4月と出てると思うんですが、兵糧がね、少し足りなくなると思うので、おそらく岸和田城あるいは和歌山城どちらかは陽動の形になって、城を一つ取ったら撤退させる形に、まあ、残念ながらせざるを得ないかなというふうには思っています。では時間を進めていきたいと思います。で、あと足軽をちょっとね、大量投与している部分があるので、前線ではないところに関してはあの足軽をね、少し減らしていく動きも必要かなと思ってますので、それもね、この後少し着手していきたいと思います。まあ、何はともあれ、まずはね、一つ二つと城を取っていく必要がありますけど、ここで尾張徳川家西郷頼母軍と、幕府軍一等祭が松ヶ島で激突と。まあ、尾張徳川家は御三家の一つ、尾張徳川家って御三家筆頭でしたよね、確か。まあ、それがやっぱり幕府軍とね、戦うっていう形ですね。ただここは幕府軍が勝利。さて、まずここですね、和歌山城ですが、まあ、戦わなくても確実に勝てるのであれば、まあ、下手に操作するよりも確実な勝ちを取っていきましょう。これで和歌山城が手に入りましたね。そしたら和歌山城を取ったので、後藤象二郎隊は一度もう解散しちゃいましょう。兵糧的に結構きついんじゃないかなと思うので、それか一応粘ってみるか。難しい判断だな。後藤象二郎隊はやっぱり騎乗させましょう。で、忠義隊をその分和歌山城にぶつけるという動きにしましょうか。兵糧を少しでも温存しましょう。9月の兵糧まではね、なんとか持ちこたえたいと思います。で、一方いい家、普代筆頭ですよね。ここも井伊直勝軍と幕府軍、池田重俊隊、これが長浜で合戦、直勝が勝利。まあ、ただね、井伊家に関して言うとさすがに幕府軍とね、単独で戦うのはきついんじゃないかなとは思います。強行でも120、包囲で145、これは145日持たないんじゃないかな。幕府軍と、まあ、尾張家、まあ、もう本当にガチンコで対決してますね。さあ、兵糧と足軽とちょっとそのあたりの対応を今回はしていきましょう。まず最初にじゃあ、足軽の歩兵状況を少しばかり見直しをかけていきましょうか。前線ではないところはね、どうしてもやっぱり少し兵を減らさざるを得ない、まあ、そういう事情もあるので減らしていきます。といってもみんなそれなりに出兵してるから、足軽がそもそも今あんまりいない、そういう状態だね。合戦がない時にやらないとあまり意味がないな、この足軽を減らすという動きに関しては。和歌山城も足軽思い切っていらっしゃいましょう。かしこまりました。これで、プラス328の収支上はプラスにはなりました。
もうちょっと合戦やってない時に見直しましょう。ではごめんなさい、ここから岸和田城の攻略は難しいかなと思うので、幕府軍と薩摩軍の動きに注力していきます。尾張徳川家吉直軍と、幕府軍は星名正幸ですね。ここは星名隊が勝つか。尾張徳川家もね、重要なファクターになってくるので、しっかり勝利を積み重ねていってもらいたいところなんですけど、金が尽きたぞ、金が尽きた。やっぱり兵糧だな。やっと足軽だな。足軽の数をちょっと調整していかないと、このまま金欠でのたれ死ぬ形になるので、ちょっと頑張って減らしていきましょう。足軽の数は今は足軽の数を減らすのを優先します。本来足軽ね、戦闘力高いのである程度数は維持したいところなんですが、ここは我慢します。でどうなんだろうね、岸和田城まで取れれば御の字なんですけど。そうだよね、今伊達軍と毛利軍戦いますけど、伊達軍がちょっと不甲斐ないよね。まあここは伊達軍が勝ってくれましたけど、志果たさずして勝は終えられぬな。各地で幕府軍との戦闘が激化してますけど、まあ、少しやっぱり幕府軍有利で進んでしまっているのかなという印象は否めないですね。ここでじゃあ各国の戦力確認しておきましょう。まずは標的幕府、兵数50万、さすがよ。武将150、拠点60、まあちょっと頭1つ2つ抜けてるかなという感じですかね。一方土佐藩ですが、拠点が20、武将が70、兵数が10万ということで、単純な兵数で言えば、まあ、幕府軍の、まあ、5分の1、武将数に関しては約半分、拠点に関しては3分の1ということで、まあ、国力やっぱり3分の1程度なのかなという印象はありますね。一方薩摩軍は、拠点36、武将62、兵数10万、まあ土佐と同じぐらいの、まあ、勢力になっているかなと思います。尾張徳川家結構強いね、兵数20万超えてますね。続いて伊達軍、ここが兵数10万、まあ我々土佐藩あるいは薩摩と同じぐらいの勢力なのかな。こうやって見るとやっぱり反幕府連合がしっかり結束をしないと幕府軍とまともにやり合うのはしんどそうですね。新倉新八が尾張の徳川家にいるんですね。台風が通過、まあ、兵糧は欲しいので、この辺りの対応というのは、まあ、しっかりやっておきましょう。報告いたす。先月の終始です。さあ台風が来ていると、あるいは通過したよっていう話なので、まあ、川の不振対応は先に優先して入れちゃいましょう。であとは少しお金に余裕が出てきているので、最前線に関してはいつもの準拠場作って防衛力を増しておきたいので、そのような対応にしましょう。どうしてもね、徳川軍さっき見ていただいた通り兵力差いかんともしがたいものがやっぱり継続してあるので、そこはね対応していきます。で秀元と長行、両名
忠誠下がっているので、ここは恩賞を与えておきます。で、二条城に2万5000の軍勢か。幕府軍とんでもなく兵糧を溜め込んでるんで、ちょっとこのまままともに幕府軍と戦うのは厳しいよね。ここは八つ橋城で、薩摩軍の中村半次郎隊が幕府軍と交戦です。よし、八つ橋城はこれで島津取れるんじゃないかな。で、幕府軍の家持ちと伊達軍、ここは家持ちが勝つか。ここでね、伊達軍が2連勝とかって決めてくれると、だいぶ流れがね変わってくるんじゃないかなと思うんですけど。真田も滅びそうですね。安豊が死亡、まあ、井伊家、そしてあと真田家、この両家はおそらく幕府軍の攻勢に耐えられないんじゃないかなと思うので、まあ、その両家がね、幕府の軍門に下るというのはちょっと覚悟を持っておきましょう。うん、いい怪我、早速滅びたね。くー、ここで忠義隊は持たなかったか。かー、壊滅した。岸和田城が取れずに3万の軍勢が無惨したね。ちょっと判断が甘かったね。もう少し早めに開閉しておくべきでした。向こう1年間はちょっと合戦を控えましょう。兵糧をある程度まとまった量を貯めておかないと大きな軍勢を動かすのが難しいというのが今改めて分かったので、ではそれらを踏まえてですね、今回は内政、特に兵糧が増える系のね対応っていうものを考えていきましょう。で、前線ではないところに関しては、もう施設ね変えていく必要もあるので変えていきますと言ってももう一通りやってあるかな。やってあるね。前線じゃないところはもうそれこそ準検所とかはいらないので排除しちゃってもいいですからね。ではここは合戦に入り用な鉄砲軍馬、この辺りをまとめて継続発展しちゃいましょう。これでお金使い切りましたね。ただバグ軍がおそらく攻めてくると思うので、兵糧が入ったことによってね。何、長行きが寝返ったか。しっかり恩賞を与えたはずなんですが、恩賞の量に不満だったかな。表情を始めよう。農業系の施策はどうしても継続してほしいのと、もう一つ対面はいくらあっても困らないので対面も入れます。鉄砲貿易、とにかく今は兵糧、これを継続的にかつまとまった量手に入れたいので、ちょっと考えていきたいところなんですが、鉄砲軍馬は入るけど兵糧がちょっと微妙になってるな。そうするとどうだろう、岡山城、備中高松城、この辺りももう前線になることはないかなと思うので、準検所を撤去しちゃいましょう。思い切って、でその分新設で、そうだな、漁村とかも欲しいし、兵糧収入が上がるものを入れておきますか。本当だったらね、漁村とか欲しいところなんですけど。かしこまりました。かしこまった。で、あとはそうだな、まあ牧場で騎馬隊でも入れておきますか。
騎馬隊はね、敵の大将の陣に突撃をするときに結構いるようになるので。報告いたす。先月の終始です。ご命令を。幕府軍と相対するにあたっては長期的にね、軍を運用するための兵糧、これが今不足しているので、それが増えるような施策を重点していきます。かしこまりました。で、あとは牧場。最近ガッツ石松さんあんまり見ないですね。もともとあんまりテレビ見ないので、実はテレビによく出てるよっていうこともあるのかもしれないんですけど、来たー、和歌山城に待ってくれー。8万4千の軍が来るか。いやー、なかなかきついことしてくれるな。後藤正二郎大、ちょっと部隊編成見直しましょう。ここは天津城から長万次郎投入しよう。で、あとはですね、徳川慶喜の部隊、これ半分に分けます。徳川慶喜の姫路城は半分に分けて、逆に姫路城からさらに増援を出しましょう。あと2つ部隊出したいよね。どうする？伊沢城、ジョン万次郎隊、これで3万5千、敵の半分だもんね。秋城からも出す。これでまあ4万の軍勢、敵の半分ですね。あとは合戦の場所がどこになるかというのをちょっと見極めていくのと、ここ絶対に負けたくないので、国衆将兵、皆の力合わせよう。戦力差を少しでも埋めましょう。さらに砲術研鑽、皆の力合わせよう。足軽精錬は入らない。商業が足りない。残念。しょうがないね。いやー、間に合わないか。さらに少ない軍勢で敵と戦わなきゃいけない。3分の1の軍勢で戦うのは結構しんどいな。絶対に負けられない戦いではあるので、この一戦もちろん自分で操作をして確実に勝利を収めるための手立てを尽くしていきましょう。さあ、秀忠の方もしっかり打ってくるね。大名よ、数々、いい件続いて真田家も岩殿城で、滅びたという形かな。岩光かな今のは。よし、間に合った。これで4万の軍勢が用意できる。え、和歌山城が奪われたの？そりゃないでしょう。マジか。何が起きた？手を打とう。出陣しよう。和歌山城が奪われたか。いや、意味がわからない。今度は和歌山城を取っている。何が起きているんだこの和歌山城で。今和歌山城で何かが起きている。ただこの好機逃さないぞ。和歌山城でマジ何起きてんだろうね。謎すぎるわ。和歌山城に永井直勝隊8万。これは和歌山城で迎えると。行こうか。マジ意味が分からなかったね。行こうか。出陣しよう。が、追撃を受けた。追撃を受けた。秋田隊とまず一戦した後、永井隊を和歌山城で迎え撃つという戦いか。結構しんどい戦いだな。部隊数は味方が9、敵が7、兵数は2万1000ずつですね。お互い隊名はご覧のものを発動していて、国衆将兵を発動している分、部隊数で、兵数ではやや有利かなとは思います。
さてここはしっかり布陣を張っていきましょう。まずは罠をいつものように張り巡らせる。で軍施設としてはのろし台、さらに攻撃力を上げよう。鳥居も立てる。でまずは鉄砲水の罠のあるところまで敵を引き込んでいきます。で、後藤庄次郎は一番後ろまで下げて、足の速い騎馬隊は牢獄に布陣。鉄砲水、うん、その罠の後ろに鉄砲隊を配備して早々に射撃戦で有利に進めていきましょう。こんなところですかね。覚悟してもらおう。ゲチよ、始めよう。敵の早速敵の鉄砲隊、騎馬隊が突撃を開始してるな。あそこはしっかりはめてほしいよね。心してかかれ、心してかかれ。始めるぞ、ゲチよ。始めるぞ。敵の居所はつかみましたぞ、ゲチよ。始めよう。メーブ、始めよう。メーブ、覚悟せよ。手加減なしだ。放棄は今ぞ。容赦せんぞ。今ぞ、攻め込め。さあ総力戦になってるね。まずは対抗を打っておきます。今ぞ攻め込め。やりたい、前へ。手加減なしだ。覚悟せよ。ねえ、始めよ。心してかかれ。ねえ、覚悟せよ。始めよ。よし、鉄砲水がはまった。鉄砲水がはまったタイミングでちょっと考えておきましょう。後藤庄次郎隊は少し前に出します。で鉄砲水がはまってるこのタイミングを逃さず敵の部隊を一つ潰しておきましょう。やりたい、情けは無用。やりたい、前。よし、まずは一つ部隊を壊滅した。で続いてどこの敵をどう叩くかだな。動揺してるのが鈴木重友隊、これ動揺してるね。ここを一気に鉄砲で狙撃していきましょう。で横っ腹から足軽隊を突入。他は現状維持。太鼓だけ打っておきます。これにて幕とさせていただく。今は守る。今ぞ攻め込め。今ぞ攻め込め。今ぞ攻め込め。松平定行隊が吸収。ここは吸収で返そう。佃隊で佃隊を、後藤庄次郎自ら救援します。で側面を取られないようにジョン万次郎隊を少し前に出しましょう。あとはここだな。本田隊が少し危ないのと、騎馬隊が崩れそうだね。
さては無用。始めよう。鉄砲隊はだいぶ奮戦してまだ残ってる状態ですね。兵力的にも。部隊を一つ一つと壊滅させていって数的優位をね、絶対的なものにしていくと、まあ、そういう動きをしていきます。あ、慶喜隊が壊滅したか。慶喜は相当強いからね。あのちなみに何度もお話してるんですが、一応ね、維新志士たち、もともと顔写真つけてたんですけども、信長の野望のバージョンアップが入ったタイミングで顔写真がリセットされてしまっています。ただあの能力値に関してはですね、その顔写真を登録した時の三国志スクールで用意されている顔判定システムによってですね、能力を判定している、まあ、そういう形でやっています。ちょっと待ってね、敵の大将がこちらにやってくる気配があるな。ここは勝負を決しよう。総攻めを行うのと同時に、長寿の隊がやられるとまずいので、本隊の後ろ、本軍主力隊の後ろに撤退します。で、佃隊、これが敵の秋田隊に側面から入って消しよう。よし、捕らえたね。やりたい前、やりたい前。あとは敵を包囲殲滅して終わりですね。やりたい前、やりたい前。今は引く。やりたい前。よし、完勝した。まあ、ただこの後まだ永井直勝対八幡が岸和道場に迫っているという状況なので、これもね、撃退していかなきゃいけないって考えると、このまあ兵力の減衰は痛いな。お、池田を打ち取ったな。あとは交渉が効くかどうか、幕府軍とね。効くね。一度和睦したい。うわ、心中かよ。心中はないわ。そうすると、和歌山城に部隊を改めて出すしかないな。兵糧がまた危なくなってくるよね。でもこうなると、で、岸和田城を逆にダッシュしちゃう。今ならそれが可能なんじゃないかな。進むのだ。志果たせず散るか。まあ、大雪はね、さすがに関係ないので、まだ。先月の終始です。さあ、表情ですが、今回将棋を1回入れます。さっきね、足軽精錬、これ入れられなかったのは一重に将棋がゼロだったというのがあるので、ここはまずは確実に足軽精錬を発動するための段取りとして入れておきます。商業の試作力をね。で、岸和田城、ここはもう強行で一気に落とそう。洲本城に諭吉対42,000。うわ、諭吉も42,000か。いや、一気にカクカク総力戦持ち込んできてるな。洲本城を防衛する戦力ないぞこれ。岸和田城を落としたので、お、久喜盛隆が我々の配下に加わりますね。いやー、困った。近藤長次郎隊を、そしたら洲本城に戻しますか。和歌山城の防衛も危ないしね。
なかなか厳しい戦いが続きそうですが、まあ、それでもね、目的としていた和歌山城そして岸和田城この2つの城を取れたので、一旦再びここでね、専守防衛、に回ってですね大阪城を取るその機会を狙っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。